ピーマン TV、YouTube、そしてパチンコパスロ大好きな皆さん、こんばんは、ヘイテンくんです。えいえい！今回は埼玉県草加市、東武スカイツリーライン、独協大学前駅から、めっちゃ近い！ピーアーク松原店さんに来てます！はい！ということで、初来店でございます。最近ね、ちょっとピーアークのお店をね、回っておりますけれども、はい、こちらの松原店さんね、本当駅からめっちゃ近い。もう、秒で着きますということで初来店なんでね、店内どういうラインナップ、どういう島全くわからないんでね、早速店内に行ってみたいと思います。入店やってきました。ピーアーク松原店さん、それでは早速店内に出た見に行きましょう。その前に消毒はしないとね。はい、レイちゃん、カオルくん、はい、どうでもいいか。入店。あ、駅側から入るとパチンコなんですね。あ、海結構固まるね。この時間で結構固まりましたよ。やっぱあの辺行っといた方がいいんじゃないか。見えねえ。24階。あ、新エヴァー見えるね。新エヴァー見えるわ。やっぱそれでもちょっと見える。23階20階。あ、リゼロコーナーとかですかね。44回だったよ。4万発、26回30回。あ、すごいですね。31回だって。24回は2万発、39回が3万5000発。ガンダムシード75回、7万発でございます。ソードアートオンライン、どうなんですかね、39000。すごいね。お隣もソードアートオンライン2万発。ああ、すごいですね。じゃあスロット行きましょうか。ね、サプライズ。すごくないですか ?126 回。2900枚。天然ね。ああ、すごいね。104回3000枚。あ、すごいね。銭形が4000。銭形上。3000か。カバネリも稼働いいですね。ちょっと出玉の方わかんないんですけど、あ、でも3000枚だ。3000枚、77回3000枚。こちら2000枚秋台。ちょっと打ってる台はね、ちょっと枚数わかんないんですけど、この台が一番出てるかな。モンキーターン3000枚。新台の場合はこの台が一番出てますかね。5800枚。あと新台のマクロスフロンティア4が3000枚2000枚。あと新台の吉宗3000。はい、続きまして北斗の拳4000枚、4848枚。こちらも4500枚、4000枚オーバーで、こちらの123回が4781枚かな。戦国乙女2000枚4000枚。この台が一番出てるのかな。5841枚。あとはバラエティなんかですと、戦国バサラが本日4994枚。これ回数ついてるけどどうなんですかね。そんなでもないのかな。あ、4000枚だ、4000枚。あ、これもこれ6000枚だ。へえ。まだまぎ。ゴブリンスレイヤー7800枚。はい、バルブレイブ4000枚。この台が一番出てるかな、バルブレイブ。まあなんかこの壁側の島がやっぱ、天然、あとは北斗なんかもあって強い島なのかなって感じがします。それではジャグラコーナー行きましょう。お、60回。うわー、どうなんだろうこれ。どうなんだろう。合算はいいんですよ、127分の1。ただねー、レギュラーがちょっとね足んないんですよね。もうビッグは文句なしなんですけど、この台もいい感じですね。31の25で132分の1。はい、すごいですね。48回。この台すごいな。67回だって。6758、すごいね。107分の1。63回、50回63回。すごいすごい。あ、これすごい。これにしようか。109、こっちの方がいいでしょ全然。これにしよう。じゃあ今回はこいつ行ってみたいと思います。えいえい。はい、ということで今回ヘイテン君が選んだのは北西さんのアイムジャグラー EX でございます。オーソリパッチャンス。
だね。まあ一番いい台に座れたかなと思っております。はい、さあ終始もねひどいことになってますけど、トータル収支がね、なんで負けるんだろうな。そんな悪い台打ってないんだけどな、まあ、人間設定が低い分、その分はなるべくいい台に座って補うということで、2024年もよろしくお願いいたします。合算はいいんだけどね、グラフがね結構山あり谷ありでね、なんかガコーンって落っこってね、ガコーンって上がったりして、結構波が荒い感じで、最近ねあんま無駄な話をねしないように心がけてはいるんですけど、まあかといってねそんなに喋ることもないからね、まあ、あとはうん、ぶん回すしかない。はい、こちらの店名前がし分かんない、とりあえず1本目チェックドーし。最近ねあれをよく見るんですよ、37リーグ。4人演者さんがいらっしゃるんでね、4人の色もあって、あとはその4人の状況、毎回毎回結構多くのお客さんが並ぶんで、抽選がやっぱ鍵で、抽選引けないとやっぱ上手い方でもやっぱ苦労してる、抽選が悪いなりにどうやったら勝てるのかっていう、その立ち回りもね結構見てて面白いんで、皆さんね台の知識が豊富なんで、僕ジャグラーしか打たないんでねジャグラーしか打たないっていうか、まあ、ジャグラーしか打てないんですけどね、この時間なんで、まあ、ジャグラーしか打てないわけじゃないんだけど、てかどうし、まあ、そういう意味でもね台の勉強にはなるかなと思って、あとねすごいいいのが、2日に1本ぐらいのペースでね動画が上がるんですよ。だからね次まだっていうのがないんですよね。おいおい俺でハマんの俺でハマんのやめてくんない、あんなにいい感じだったじゃん、見てよこれ、すごくないこれ、俺でハマんのやめてよ。今回撮影に協力していただいたこちら T アーク松原店さんの宣伝をちょっとだけ、スマスロの壁側のまあこの今2024年の1月現在では、まあ絆2の天然、あとは北斗とか、まあスマスロですよね、あの辺が結構やっぱ強いのかなっていうイメージがなんかありました。パチンココーナーですと、まあとあるとか、まあエヴァですかね、なんかこの辺、あとね海は常連さんが結構回してる感じでしたね。あと何でも、ツイッター X が、旧ツイッター X をやってるらしくて、そちらの方でね結構いろんな情報があるらしいんで、ぜひね、フォローしていただいて、そちらの方もチェックして、こちら P アーク松原店さんに遊びに来ちゃってください。ということで、ヘッテンくんなかなかいいアイムジャグラー EX 座れました。今日は間違いなく勝てるでしょう。最後までご覧ください。てかどーし、4本いっちゃってこういうとこだよな、5000回転回ってこのデータでしょ。おお、5000回転回ってこのデータでしょ。ビッカクです、中段チェリーやりました。投資4本入れてすぐぐらいかな、やりました、もうビッカクなんで、いやー嬉しい。お、これはどうだ、大丈夫ですね。ビッカクって分かっていながらもやっぱこっちから押したいじゃない、やりました。200円。あれここどうだったっけ、合わせにくい音楽が。あれここどうだったっけ、P アーク松原店いいですね、やりました。なんかもっと軽いやつあんだろう。あ、そう、あとね EX はね獲得枚数も多いんで助かります、やりました。あ、お時間あと10分あります、いい時間、ブラッチャスだね。まあ、さっきの話に戻るんですけど、37リーグでバルブレイブ、あとはカラクリがよく出てくるんですよ。打ってみたいなーって打ってみたいなーって、打ったことないんですよ一回も。いつもねぐるっと回って、あーすごいっすねーなんて、まんまいとか、まんまいとか言ってるけど、全然台の中身知らなくて、打ってみたいなーって。すごいよね立ち回れるってね、もうほんと感心するわ、もう立ち回れないからね。
前回の閉店くんがすごかったですよ、ほんとブドウが上村なんですけど、まあ、あの短時間にすげえいっぱい引いて、その跳ね返りが今日来てんな。やっぱパチンコパチスロ番組らしいパチンコパチスロの話をした方がいいよね。ないないんだよ。あと125枚しかない。ほんと引かんねえな俺。あと4分。この引きの悪さはなんとかなんないの。たまにはあるじゃん、やっぱ引きの悪い人でもさ。いいで座ってんだから。あーもうマイナスですよ今4本いってるんで、まあ、あのセリフが言えたのはすげえ嬉しいけど、合算111分の1のいいところを生かせてないんですけど、あの重たいフラグを除いたらさ、当たってないことになってますよこれね。えこんなことってある。あれはおまけだからね。やべえあと1分。本当に言ってんの。2024年こそはこの企画を終わらせるために俺はいい台座りまくってビッグボーナス引きまくってトータル収支をゼロにするんだから嘘だろう。残念変ですいません残念嘘だろーい。いやーちょっと待ってよ、あれおまけだからね、あのフラグは。46枚。はい、ということで112分の1の台を打って46枚目で、はい、実践終了、実践終了。ということで今回こちら P アーク松原店さんで実践した機種は北根津さんのアイムジャグラー EX をじまして、投資が4本、こちらのお店50枚貸しなんで200枚、獲得枚数使い切れなかったコインが46枚ということでマイナス154枚ですむね、ビッグ引きましたけどあれはおまけですから、なんか一応ちょっと設定差あるっぽいんですけど、って言うても言うても重たいフラグですからね。あの台のいいところ、合算116分の1 112分の1だったかな、4分の1か忘れちゃったけども、打ち始めはもう109とかそんぐらいだったんですけどね、そのいいところを全く活かせてない。確か打ち終わったのが150何回転ぐらい回ったんで250回転ぐらい回してるわけですよ。単独を引けてない、どういうことということでまあでもね、だったらもう設定関係ねえじゃんって、何言っても変わんなかったじゃんってなっちゃうと、ただでさえ人間設定が低いんでね、やっぱ今日はたまたまちょっとね台のいいとこ生かせなかったけど、まあこれでね腐らずにやっぱりね勝利の鉄則いい台を打つ、まあこれに限ると思いますんでね頑張っていきますので、引き続き応援の方よろしくお願いいたします次回は単独引くぞ